六代目、沢村たのすけ。八月四日体は、歌舞伎役者。矢号は、木の国屋。縄文は、菊。河右門は、波にちり。舞踊の名取名は、藤間寛治。本名は、山中宗雄。重要無形文化財保持者。父は五代目、沢村たのすけ。第二次世界大戦中に、一家で、静岡県田形国伊東町に疎開していたため。 静岡県立伊藤高等学校に通った、七代目沢村総十郎の芸を受け継ぐお山として活躍する、ほか、2013年1月まで横綱審議委員会の委員を務めている。1984年から国立劇場歌舞伎俳優養成の講師を務めている。六代目田之助は幼少の時に六代目小野駅菊五郎に連れられて、 初めて国技館へ相撲観戦したが、その日が横綱、双葉山正立が、安芸の海節王に敗れて70連勝ならずという、歴史的な日であったことを語っている。長寿手からも、本業の歌舞伎の舞台の合間に、国技館へ通うなど高格家としても知られるようになり、2003年に日本相撲協会からの移植を受けて、横綱審議委員会委員に就任。横審委員として、 相撲への愛情から各界に対して数々の提言、苦言を提するなどしている。在任中はたびたび北の海理事長に対して本場所を年4回に減らして力士の負担を軽減するように提案していた。朝昌龍が不祥事の責任を取って引退した際には引退直後にハワイを訪れ、その後のモンゴルでの会見で相撲協会への不満を表明したことに、 実に傍若無人でとても不愉快に感じた。お客さんもそう思ったから、大阪場所も彼がいなくても賑わったんじゃないですかと、不満を爆発させ、引退相撲が計画されていることについて、横人が、協会に中止を要請することはないですが、私は反対ですと話した。ありがとうございます。